ラ・カド・コウザ・ブロー、ラ・カド・コウザ・ブロー、ラモ・ミツ・サブロー、1901年10月10日から1976年5月6日は日本の俳優。本名は岩井健二。旧芸名は岩井武夫、吉沢一郎。剣劇映画を得意とする映画会社を渡り歩いた剣劇スターである。1901年、明治34年。 大阪府西成郡今、宮町、現在の大阪市西成区に生まれる。世紀商業学校、現在の大阪学芸高等学校中退。1921年、大正10年、新派整備団に入り、竹村新、1891年没年不詳の弟子となり、関西地区の各劇場に出演。後に、東京府東京市浅草区。 現在の東京都台東区にあった両雲座、県政座等の小芝居にも出演していた。1927年、昭和2年夏、坂東を妻サブロープロダクションを退社した悪霊ス助、1902年から1931年が独立して、大阪港パーク撮影所で、牧のプロダクションを退社した、河原崎県サブローを主演にして撮影れた、サイレント映画、彼は、 復讐を忘れたかで映画デビューを果たす。ところが、同プロダクションは間もなく解散。同年末、東亜記念前入社。これまで、本名の岩井健二、または岩井武雄という芸名で活動していたが、同社の剣劇スターであった、三岡龍三郎。1901年から1961年の弟子となり、アメリカの映画俳優、ラモンナバロ。 1899年から1968年のラモンと三つ岡の光ブ三郎の三郎をとってラ・カド・コウザブローと名乗る。入社当初は助演作品が続いていたが、1928年昭和3年吉祥寺光、後の吉祥寺明、1906年没年不詳の入社第一回主演作品である村越昌二郎監督映画、 建国の金井で共演して、以来、村越監督演作品を中心に大活躍し、当は時代劇スターの一翼を担う存在となる。中でも1931年、昭和6年に公開された、直三35原作の山口鉄平監督映画、南国太平記』では、松竹と共作となったが、ラモンが演じた、マス久之助は、松竹の剣劇俳優、月形龍之助。 1902年から1970年に勝るとも劣らない主演ぶりであり、一気に同社のトップスターとなる。またこの間、同じく同社の女優であり、共演も多かった原小子,子、1910年から1968年と結婚している。1931年、昭和6年、東亜キネマは営業不振から代行会社であった東活映画社に、 制作が移されるが、ラモンは残留する。そして後藤大三監督の第一回作品、殺難代表情に原と共演。ところが、ラモンは解散を予兆して、すぐに退社し、1932年、昭和7年2月、大阪市の防飲殺業者を出資者に、奈良県伊駒郡伊駒町、現在の道県伊駒市にあった月型プロダクションの跡地に創立され、 福国映画社に原と共に入社する。ところが、こちらも同年に間もなく解散。その後は、かつてのヒット作品、南国太平記を下げて原と共に、四国地方を中心に、実演の旅に出たが、同年11月、今度は、宝塚記念話に入社して、多数の作品で主演を務めるも奮闘は虚しく、1934年、昭和9年1月に間もなく解散。 その後、フリーとなって、片岡千恵蔵プロダクション、第一映画社等の作品に出演していたが、1935年、昭和10年2月に発足した、極東キネマ公用設営所へ入社する。同年、西名熊彦監督の、第一回作品、増光久之助二部作をはじめ、多数の作品で主演を務めた。ところが、同年、原と離婚。 さらに1936年、昭和11年3月、大阪市外の古市白鳥園撮影所に撮影所を移転した際、極東キネマは分裂。ラモンは残留組として、紅葉映画社に加わり、数本の作品に出演するが、同社で初めてサウンド版を経験する。後に、資金、工業を受け持っていた千鳥工業から独立し、共同経営者となるが、 またもや経営不振で1937年、昭和12年3月に解散。解散後、今井リスケが創立した、今井映画製作所に、海江田ダ・ジ1908年から1986年と共に招かれ、短期間ではあるが、数本の作品に立て続けに主演を務めた。1938年、昭和13年2月、今井映画製作所が、 東方映画京都撮影所に吸収されたのを機に、同年5月、新興キネマ、京都撮影所に入社し、約10年に及んだ三流キネマや、弱小プロダクション編歴に終止符打つ。以後も多くの作品に主演、助演を務める。1942年、昭和17年、新興キネマは大英に統合されるが、ラモンは引き続き京都撮影所に在籍し、以後も、 バンドウ・ツサブロ片岡・チ恵ゾウ、市川・歌右衛門、嵐・勘十郎といった4大スターと多数の作品で、共演、戦争末期まで活躍した。戦後も1945年、昭和20年9月公開の丸根三太郎、監督映画、タヌキのくれた、赤ん坊を等に出演していたが、後に連合国軍最高司令官総司令部、GHQ から、 時代劇に厳しい制約が加えられたため、現代劇の出演を余儀なくされる。これまで時代劇を中心に活躍していた役者が慣れずにいる中、ラモンは数本の作品で現代劇にも意欲を燃やした。ところが1946年、昭和21年、立ち回り中に左目を負傷してしまい、失明する。失明の原因については、 メチルアルコールを飲んだためであるとも言われている。1952年、昭和27年4月、サンフランシスコ平和条約が発効するとともに、時代劇の制約も解け、ラモンも再び時代劇に転向するが、1946年、昭和21年公開のス原正久監督映画、たぬきになったおしさを最後に主演作品が制作されておらず、 すでに脇役に回されていたが、それでも、ラモンは、多数の作品で助演した。しかし1962年、昭和37年、失明がもとで健康を損ね、同年に出演した作品は、木村慶吾監督映画、鉄砲安の生涯のみである。1963年、昭和38年、体調が優れない中、田中徳造監督映画、 座頭市教場旅に出演していたが、同作を最後に姿を消した。出演作品は、戦前169本、戦後113本を数える。1970年、昭和45年頃、京都府京都市上京区にある、京都総岡病院に数年間入院し、その後老人ホームに入所していたと言われている。1979年、 昭和54年に発行された日本映画俳優全集団有編等ほとんどの資料では、以後のラモンの消息は不明とし、長らく没年不詳とされていたが、1976年、昭和51年5月6日に死去していることが判明した。満7 4歳没。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。